ご苦労だったな。君の役目は終わりだ。約束通り、しかるべきポストは用意しよう。社長が言葉を続ける中、目を閉じて大きく息を吸い込む。まぶたの裏に映るのは、これまでの彼女と過ごした日々だ。これから俺が取ろうとしている行動は、これまでの俺の野心とは真逆の行動だ。自分で自分の感情に驚いてしまう。まさかこんな感情を出世以上に大切だと思う日が来るなんて夢にも思わなかった。でも悪くない。胸が熱くなるこの思いは悪くない。決意を新たにゆっくりと目を開ける。俺は藤本翔介、大手企業に勤めるサラリーマンだ。自分で言うのもなんだが、俺は会社でも優秀な社員である。だがどんなに優秀でもままならないことがある。それは出世。途中までは順調だった。能力さえあればいくらでも上に行けると思っていた時期でもある。しかし組織が大きければ大きいほど派閥というものが生まれやすい。うちの会社も例外ではなかった。俺が所属していた専務派は見事に派閥争いに敗れる。専務は会社を去り、俺は32歳にして窓際族に追いやられた。入社してからずっと出世という野心を抱き続け、がむしゃらに働いてきた俺にとって、これは死刑宣告だ。今にも心が折れそうな日々を綱渡りのように乗り切っていたある日、突然社長から呼び出しを食らう。ついにクビになるのか。そうならないように隙を見せまいと頑張っていたつもりだが、気落ちしていた心は仕事に出てしまっていたのかもしれない。暗い気持ちになりながら社長室に入った。社長は書類に目を通しているところだった。一瞬だけ視線を上げて俺の顔を確認したが、何も言わずにまた書類に視線を落とす。俺から要件を尋ねるわけにもいかず、黙って執務机の前で待機する。何と言っても俺は社長と対立していた専務派に所属していた。会社から追い出したいに違いない。気まずい沈黙がしばらく続くが、おもむろに社長が口を開く。出世したいか。ようやく書類を机に置き顔を上げる。何でもする覚悟はあるか。その言葉に心臓がドクンと跳ねる。まさかチャンスをもらえるのか。俺は社長の意図が読めない。不安を抱えつつも、これが最後のチャンスかもしれないと首を縦に振った。社長は少しだけ口元を緩めると、電話の受話器を上げ一言二言語りかける。少しして社長室に見覚えのある女性が入ってきた。我が社でも美人と評判の真壁さん。社長との黒い噂がある人でもある。彼女は私の愛人でね。噂をあっさりと認める社長。実はね、君に彼女と結婚してもらいたいんだ。意図の全くわからない言葉に口をバカみたいに開けっぱなしにすることしかできなかった。俺が驚いている間も同じことを言われたはずの真壁さんは少しも動じていなかった。彼女はこのことを事前に知らされていたのかもしれない。
実はね、妻が私たちの関係を怪しみ始めた。私には計画があるからね。はっきり言って煩わしい。そこで妻の目をごまかしたいんだ。彼女が結婚してくれれば、必然的に妻の疑いの目も緩むだろう。にっこり笑うが、目が笑っていない。断ったらどうなるかわかっているな、と目が言っている。口にしなくても俺の頭に首がちらつく。最初から選択肢なんてない。もちろん君にもメリットはある。こちらの要望をクリアしてくれれば、それなりのポストを用意しよう。そう言って俺に望む条件を突きつけてくる。期間は半年。なんと奥さんと離婚調停をしている真っ最中で、それまでには離婚が成立しているだろうとのこと。要するに不倫がバレると調停が不利になるから隠したいということらしい。次は当然結婚がフェイクであることがバレないようにということだ。最後に真壁さんと一緒に住むことにはなるが、彼女には一切手を出さないようにと、ご親切に外に女を買いに行くお金くらいは用意してやるとのことだ。ありがたくて涙が出る。俺はもう一度彼女を見る。先ほどから表情が変わっていない。社長の愛人であるのに、他の男と結婚しろと言われて平気なのか？それに耐えられるほど彼のことを愛しているということなのかな。社長に視線を戻す。女関係の噂が絶えない人物だが、経営者として優秀なのは間違いない。そんな人物がなぜ俺を選んだのか。何か特別な意図があるんですか？思い切って尋ねてみた。社長はバカにするように笑う。君は会社員としては有能だが、男としては無能と聞いてね。俺が女性に関して奥手であるためか。彼女と結婚させても手を出さないだろうと考えてのことのようだ。面白くもない理由だったな。保険までかけて条件を出したというのは、それだけ真壁さんが社長にとって大事らしい。話が終わり、俺と真壁さんは揃って社長室を出る。俺は彼女に尋ねずにはいられない。真壁さんはこれでいいんですか？彼女は俺のことを見もせず、どうでもいい、とだけ言い、足早に立ち去った。そして、俺たちは、4日後に電撃結婚を果たすことに。住むのは、社長が用意した、真壁さん名義のマンション。ここで、新婚生活を営むことになるのだ。俺たちの間には、夫婦としてはもちろん、同僚としての会話も一切ない。必要最低限の会話はしようと思っていたが、全く必要なかったようだ。同じマンションの部屋にいるだけで、生活は完全に別々。俺はベッドに横になりながら、隣の部屋にいるだろう彼女のことを考える。俺には出世するという明確な目的があるが、彼女にとってこの結婚生活をするメリットは何だろう。社長との結婚か？社長が今の奥さんと別れたら、次にその座に収まるのは彼女なのだろうか。はっきりとした答えはわからないまま、日にちだけが黙々と過ぎていく。結婚生活1ヶ月目。俺は深夜に目が覚める。喉の渇きを覚えたが、
寝室に持ち込んでいたペットボトルは空っぽになっていた。仕方ない。新しいものをキッチンの冷蔵庫から持ってこようと寝室を出る。ん？リビングの方から声が聞こえた。電気は消えているが、真壁さんがいるのか？なんとなく足音を忍ばせてリビングに近づく。やはり真壁さんがいる。暗がりから聞こえる彼女の声は誰かに話しかけているようだった。どうやら電話で誰かと話しているらしい。なぜ自分の部屋でなくこんなところで？そう思ったが、俺たちの寝室は隣り合っている。部屋で電話をすればかろうじてではあるが、俺の部屋まで聞こえるだろう。俺が自分の部屋にいればリビングの方には声は届かない。よっぽど会話を聞かれたくなかったようだ。社長だろうか。俺は興味が湧き、息を潜めて耳に意識を集中する。どうやら会話の相手は母親のようだ。聞こえた話をまとめると、真壁さんの父親は重い病気を患っていて入院中らしい。だが見舞いに行けないようで、現状の容態を母親に聞いている。そういうことのようだ。もっとはっきりと聞きたいと思い、もう一歩だけ前に出る。これがいけなかった。床は俺が思っていた以上の音を立てた。誰？聞かれるまでもなく、このマンションの部屋には俺と彼女しかいない。彼女は俺に歩み寄るときっとにらみつけてくる。盗み聞きなんて最低。そう言って寝室に入っていく。返す言葉もない。これまではお互いを空気だと思って生活していたが、翌日からは露骨に敵意を向けられ、これまで以上に息苦しい生活になってしまった。結婚3ヶ月目のある日、真壁さんがすごく酔った状態で帰宅。そして俺の顔を見るなり、醜い出世欲の塊と罵ってきた。俺の盗み聞きが原因だったとはいえ、ずっと敵意をぶつけられていたため、我慢の限界を迎える。いやらしい愛人が偉そうにすんなよ。配慮のかけらもない罵倒を返してしまった。そこからしばらくの間、罵り合いを展開する。ところが突然彼女が泣き崩れた。だってしょうがないじゃない、愛人にならないとお父さんが死んじゃうんだもん。あまりの言葉に俺の怒りが吹き飛ぶ。無駄かもしれないと思いつつ理由を尋ねてみる。まだ酔ってるせいか、真壁さんは意外にも事情を話してくれた。地方で部品工場を経営する父親が重い病気で入院。母親が父親の看病をしつつ工場を見ていたが、経営が傾いてしまい、父親の治療費を払うのも難しいほどギリギリの生活になってしまったという。それに目をつけたのが社長だ。前々から真壁さんを狙っていたようで、彼女の状況を調べた上で愛人になることを条件に父親の治療費の支払いを約束したとのこと。愛人契約を受けた真壁さんだったが、社長の奥さんに気づかれそうに。妻にバレたら多額の慰謝料を請求されちまう。そうしたら治療費を払い続けてやれなくなるぞ。あいつのことだ。君にも慰謝料を請求するだろう。都合のいいやつを見つけるから、ほとぼりが冷めるまで
結婚していろ。そんなとんでもないことを言われたそうだ。お互い溜め込んでいたものを吐き出したせいか、この夜を境に敵意のある関係はおろか、空気のような関係も脱却する。お互いに下の名前で呼び合う関係にまでなった。距離が近づいた分だけ小さな喧嘩も起きるようになったが、それ以上に笑い合う時間が増えた。結婚生活5ヶ月目、俺は戻れないところまで来ていた。距離の縮まった共同生活はお互いを意識させるには十分で、肉体関係こそないものの彼女なしの生活は考えられなくなる。ついには社長との関係をやめるよう迫ってしまうまでに。加穂の瞳が揺れる。すぐに断らないということは俺に脈ありと考えていいと思う。うなずけなかったのはお父さんのことがあるからだ。俺の予測を裏付けるように加穂がつぶやく。まだお父さんの手術代ため終わってないの。なるほど。彼女自身も社長から自由になるために行動を起こしてはいたんだ。社長にバレないように密かにではあるだろうが、ならば俺の取るべき行動は一つ。俺の貯金から全額出す。それくらいの蓄えはあるんだ。だからあいつとじゃなくて、このまま俺とずっと一緒にいてくれ。結婚後のプロポーズ、締まりが悪いったらありゃしない。でもそんな順番がでたらめのプロポーズに、加穂は涙を流しつつうなずいてくれた。結婚6ヶ月目、社長から二人揃って呼び出しを受けることになった。ごっこ遊びは終わりだ。ご苦労だったな。君の役目は終わりだ。約束通り、しかるべきポストは用意しよう。余裕の笑みを浮かべる社長を前に、俺は一度目を閉じ、気持ちを整理する。目を開き、胸の奥に残っていた出世という野心を空気と一緒に吐き出す。加穂をちらりと見て、新たな空気と一緒に新たな野心を胸に取り入れる。俺の新たな野心は、名実ともに加穂を手に入れること。俺は懐から辞表を取り出し、社長に叩きつけた。ポストなんていらないです。加穂をもらっていきます。社長は逆らう俺に激怒。辞表を受け付けずに、再就職が難しくなる、解雇処分にするぞ。と脅してくる。でも、それに対して言い返したのは加穂。そんなことしたら、あんたの今までの浮気の証拠、全部出すから。バカか？そんなことをすれば、お前だって慰謝料請求の対象にされるんだぞ。翔介と別れるより100倍マシ。力強い宣言に社長も言葉を失う。俺たちは顔を見合わせうなずき合うと、社長室を飛び出した。そしてそのまま退職した。元同僚から聞いたところでは、社長はあれから日を置かずして別の浮気相手とのスキャンダルが発覚し、敵対勢力に退任に追い込まれたらしい。自滅。同情する気にもならない。とにかくこれで加穂にちょっかいをかけてくるような余裕はないだろう。もっとも、すでに加穂の地元へと引っ越した俺たちには関係のない人だけどな。とりあえず加穂の実家に居候させてもらい、すぐに忙しく動き始める。まず
義母にカホと結婚したことを報告。カホもさすがに愛人契約の話は隠していたようで、結婚の話も伝わっておらず、とても驚かれた。次は義父の件だ。すぐさま手術代を払い、義父の体調回復のための環境を整えていく。この時は俺の出世欲に感謝した。仕事に夢中だったおかげで、お金を使うことには無関心だったからな。それなりの額の手術代であったが、ポンと一括で払うことができた。カホのこれまでの苦労が報われたのか、義父の手術は無事に成功した。献身的な介護もあって、義父の容態は徐々に回復し、日常生活はできるようになった。退院までもう少し。その間、俺はといえば、義父の会社に就職させてもらい、工場の立て直しに着手する。といっても工場の運営や作業に関しては素人。今すぐに取り組めそうなのは企画と営業。工場で生産している部品の特徴や設備で可能な生産品を義母とカホに聞いてまとめると、これまでの取引先や近郊の関連しそうな企業をリストアップした。すると過去の取引先から驚くべき事実にたどり着く。取引先の仕入れ担当者が以前俺が勤めていた会社から圧力を受けていたというのだ。義父の会社との取引を切るか、仕入れを抑えないと前の会社との取引に影響が出たかもしれなかったそうだ。以前の会社は確かに全国規模の総合商社ではあったが、まさかこんな地方の業者にまで影響力があったとは。だけど、家宝を手に入れるためにそこまでするのか。エロ魔人だな。そりゃ自滅もする。でもその妨害も今はない。だからといって無条件で取引状態を元に戻してくれるわけではない。こちらとの取引が減った分、別の会社との関係ができている。それを戻してもらうのは簡単ではない。でもここからが俺の腕の見せ所。俺は窓際族に追いやられていた鬱憤を晴らすように営業に奔走した。経理関係はカホがやってくれ、従業員の取りまとめは体に無理が効かなくとも彼らに顔が利く義父と義母が果たしてくれる。俺たちが来てから3ヶ月ほどで工場は正常に回り出し、半年経つ前に義父が取り仕切ってきた頃の規模にまでは回復した。気がつけばもうすぐカホとの結婚記念日。歪んだスタートを切った俺たちの婚姻関係は、今では義両親からもしっかりと認められる確かな夫婦となっている。他者によって決められたルールはもはや俺たち夫婦の間にはなく、来年には5人家族として幸せに生活できそうだ。